特徴は、まずは今、航空内スキャンってデジタルで型取りをするのと、あとまあ、そのデータをもとで、かぶせ物を、詰め物を作ったりするデジタル技巧というところに特化しているので、鋳造をしてで作るということは、行わないラボなので、完全にデジタル技巧になります。まあ、そうすると、まあ、どうしてもラボさん金属を使うと、なかなかもう非常に汚れが、部屋も汚れる、自分も汚れるで、かなり大変な作業になるんですけれど、デジタル技巧になると、そういうような、作業が減るので、かなりクリーンな、仕事場になると思います。院内だと、ドクターと相談ができたり、その連携が取れるのと、あと、まあ、患者様もなんですけど、他の業種の人とコミュニケーションが取れるので、院内ラボを希望して勤めてます。これから将来的にはデジタル技巧に完全に移行していくはずなので、まあそのスキルをしっかりと早いうちから習得していくことは今後のために非常に良いと思います。勤務形態は普通の一般のその労働基準に合った働き方なので、楽なところは出ないと思います。とにかく人間関係がいい。こんだけ人数いるんですけど、ぎくしゃくしてることが全くないのと、まあ、一番いいのはやっぱりその先輩方がとても優しくて、全部教えてくださるので 何も、私は経験者ですけど、知識がない人でも何も心配することなく働ける環境